時はミグレーション、ミグレーション皆さんのおかげでしたの番組出た時は。それもでもひどかったよね。うん、だってやっぱトンネルズだからね、うん、言ってもいじり方がやっぱトンネルズだったから、うん、トンネルズの番組だから打ち合わせめっちゃするんだけど、最終的にはめっちゃすんの打ち合わせ、1時間も2時間も何回も番、テレビ局まで行って、でこれやるこれやらないでいろいろやるんだけど、最終的に送り出される時に言われるのが、打ち合わせ全然意味ないからあの二人の前じゃ思いっきりやってこいみたいな感じで、何にも台本通りかなと思って、そうなのと思って、そしたら台本が俺ら鳥ぐらいに、君たちって言われるところで書いてあったから、こうやってぶっ立ってたら、最初に見た瞬間、あれそのなんかオレンジの服着てる気持ち悪い子何って言われて、そう、それがもう佐賀巻、そうそう、ハスピード高速坂巻を指さしていってるから、もうその瞬間ゴングはカーンってなるのよ。うわっと思って、もうお前ブワーって出てきて、はい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 って言って、は、何みたいな、君、な、脱北者ってまず言われるの脱北者まあ受けるよ、ゲームパーってバカーって受ける、脱北者じゃん、見た目長巻くんのドカって受けるでしょ。で、まあちょっと嬉しい、受けたとか思ってたんだけど、もうその時あっと思って、そういや脱北者とかってテレビで使えるんだっけかなみたいな、使えない気がするけど、まあそんなことを思ってる場合じゃないと思って、どんどん偉い、ね、冷静だね、俺全く余裕なかったわそんなあ、美味しいって思っただけだそう、うん、スッて浮かんでじゃあ、まあ、でもどんどん番組が進んでいくから、そしたらタカさんが、あ、君たち何バイトしてるのみたいな、そうそうそう、バイトしてんのかなみたいな、だから してます、え、そっちの脱北者はとか言われちゃって僕は、佐賀巻は老人の介護をしてますえ、じゃあおばあちゃんのおむつとか変えられるのって言って、でも俺らも何かしなきゃいけないから、タカさんが興味持ってくれてたらタカさんにはまるしかない、それがトンネルズとの戦い方だって、もうなんとなくリサーチしてね、俺らね、もう透かしみたいなの絶対ダメだよ、そんなんできませんよって言った瞬間、面白くないってなっちゃうから、全部乗ってそれ以上のことをする、それを勝ち残ったものだけが気に入られてきたトンネルズに、それがバナナマンだとかいろいろいるわけよ、よっしゃやろうと思って、もうその瞬間もうよくわかんない、一回も練習してないけど、俺がもうすぐコロッて寝っ転がっておばあちゃんやって俺が車椅子を持ってきて乗せるって、乗せるよーって動かないみたいな、マジで運動ないで、でもなんか知んないけどめっちゃくちゃウケるの、んでズボン下ろす前にして、はい、ちょっと出ちゃってるねとか、まあ多分坂巻くんからしたらね、いつも通りの介護をしてて、俺も別に動かないでやってるだけなんだけど、まあ妙にリアルな感じ、脱北顔がそのおしめ変えてる雰囲気もう相まってどっかんどっか受ける、一回終わる、次の話行く、でももう一回すぐタカさんが、でおばあちゃんのおしめはどうやって変えるんだっけみたいな、わかるじゃん、なんか想像つくじゃんタカさんの流れ、言われる瞬間も俺がねっ転がって同じでコロコロっつって、こうマイムでやってみたいな、どんどんやってウケる、うわ俺たちハマりつつあるんじゃないかってすげえ、俺めちゃめちゃ思ってたわ、興奮してたんだけど、俺もそこで途中で、あれって思って、老人のおしめ変えるなんてテレビでやっていいんだっけって思ってあれこれもカットだなって俺途中で思って、お前冷静だね俺は今バリバリ乗ってるとここれすごいぞ、これ反響って思って、あーって思ってすごい降ってくるんだ、どうしよう、でも何回も振られるからやるしかないみたいな感じでやってて、じゃあいよいよ、もじゃあ君たち何が、あ、じゃあネタじゃなかったんだっけかなこの時、ないない、まあいやネタか、じゃあ君たち、何ネタできるのみたいな、何やってみてみたいな感じで、でその時俺たちやったのが、あの命の恩人が生理的に受け付けないっていうコント、うん、要するに命の恩人に初めて会うんだけど、うん、俺は病気で道で倒れた時すごい介護してくれた人に初めて会うって言って会うと、その介護してくれた人がすごい薄気味の悪い生理的に受け付けない人だっていうコントなんだよ、それはまあそれの
ね、キャラが強烈だから、うん、まあ、タカさん、ノリさん喜んでくれるかなと思って選んでやったんだけど、もう本当に気持ち悪いキャラで、うん、始まって開始30秒ぐらいでタカさんがほほってすげえ笑ってんだけど、もうこのあいつ気違いじゃんってさもうさこの言葉はさ絶対テレビじゃ使っちゃいけないじゃん。もう俺その瞬間、あ、ネタのためだと思ってトータル、もうそのもう15分ぐらい遊ばれてんだけど使える時間ゼロなのよ、うん、その段階で、うん、うわーと、そうそうそう、でオンエア見たらなんか俺のそのまたあのビール瓶口で開けて結局あれセコピンでくるみ割って目から牛乳出してティッシュ吸ってうえってなるやつ、うん、もうそれしかオンエアされてなくて、そうそうそう、うわ、またこの出方が、ああ結局坂巻いらなかったんだなっていう、どんな最後で坂巻入れた、いらなかったら最後じゃないでしょ。いや、なんかね、その時もそうだ、ね、俺らだけでね、挨拶行くのが遅れちゃったんだよね。そうそうそう、あのね、デコピンにくるみ割るんだけど、うん、それだからうまく撮れてなかったっすね。まあまあそうそう、そのインサート撮りっていうのがあって、なかなか、まあ、挟んだけど撮り直しますって言って、で普通ああいう大御所の方に挨拶しに行く時っていうのは、その若手たちは集まってみんなで一撃で終わらすっていうのがセオリーなんだけど、俺らだけ行けなかったってことで、タカさんが着替えてるところに二人だけで行くことになって挨拶したら、なんかね、その時の会話の感じが良かったんだよね。いや、結構喋ってくれたの、うん、結構ダメ出しみたいのとかめっちゃ言ってくれたんだよ、言ってくれた、普通のトーンで。あのキャラは悪やるよ、ね、あれテレビできないんじゃない？あのトンネルズがね、あのタカさんがちょっと薄めないと、うん、薄めてやっていかないといいで、あれはあれでいいんだけど、ライブとかだったらいいんだ、だけどテレビはやっぱテレビだから、いや、そんな厳しいんだと思ってその数ヶ月後にホモダホモやってんだぜテレビ、そうだ、最終回に近いって、その意図が止めたぐらいヤバいキャラっていうね、うちの相方持ってんだけど、まあそれで、でもまあまあ頑張ってればまあ売れるんじゃないのっていう言葉いただいて、優しかったね、ありがとうございます、絶対売れるんで、まだ上の方で芸能界やっててくださいって俺、僕が握手してね、そんな言ったっけ、言った全然覚えてない、いや、タカさんにしか聞こえない声よそんな長ゼリフは俺は聞こえなかったのでそれはダメだ、ごめんなさいっていうくらいのね